あ、呪文の暗記だ。作品だな。そんなの最悪だよ。きっとテスト用紙の名前を書く欄になった僕も美しいだろうから、先輩のテスト用紙の名前を書く欄に嫉妬されて。マモンにどう勉強させるかが肝心だと思う。それが平均点を上げる近道だ。面白そう。やってみたい。いいぜ。え、これもう始まってる？始まってる。ほら、アイコンに合わせて顔を右に向ける。そうそう、次は驚いた顔。む、べ、う、変な顔。遅い。あれ？ちょっと待って。すっごい流れてきた。わちょ、パニックパニック。難しい。でも楽しい。あ、やっと来た。君か。会えなくて寂しかったよ。でも君も僕の美貌が恋しかったよね。チェキ取ろう。ん？どうしたの？早く僕を取ってよ。やっぱり美しいな。はい、よかったね。うわぁ、人参ありがとう。おい、ちょっとそこのお前。僕も欲しい。どうぞ、俺はいいし。人参。で、誰にその最後の人参をあげるんだ？人参。いや、海の感想の一言目に来るやつじゃないぞ、それ。僕の次に綺麗。ルシファー、企画してくれてありがとう。じゃあ何して遊ぶ？肌の露出度選手権。え、何それ？説明を聞いてもよくわからないな。何の間かわからないけど、ナイスアイディア。どの辺にさ。開けないぞ。俺だって殺す。待っても知らないからな。なんかすごく不自然なセリフだけど、マモンの言う通りだ。うん、また来たい。タコ美味しそうだったな。静寂！こいつら、俺に霊魂も一ミリも関心がない。おー、なんか食べ放題に行くって出て行ったよ。ふん、また魔界から店が一つなくなるのか。ダイエット中。よし。おー、俺様がいなくてそんなに寂しかったのかよ、この野郎。違う、俺たちが探してたのはこっちのマモンじゃない。おい、せー、マジか。どうしたんだ、ルシファーがさ。え、偶然？すげえ中途半端な筋だよな。きっと偶然だろ。宿はどんなとこなの？それは行ってからのお楽しみだ。明日も早いからそろそろ寝よう。明日は何するの？はーい。はーい。いったー、もう。ベルフェ、ごめんね。痛かった？痛いよ。ごめんね、顔に当たるときはエステに行きたい。では言えた言葉、今も記憶の片隅に。はあ、ひどいよ。お前たちがこの間のテストでとんでもない点数を取るからだ。会いたいな。サードリー。お前も言ったら罰金なんだぞ。もちろん。このぐらいの荒領事の方がみんなシャキッとしていいだろう。罰金。あ、くっついちゃう。お、あ、痛い、痛い、あ、痛い、痛い、あ、痛い、言えるぞ、痛い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 。持たないな、これ。はい、マモン罰金。あ、最高。大自然に囲まれてキャンプ、たまにはこういうのもいいもんだな。ここなら借金取りも追ってこないから来ただけでしょ。せえな。寝てる。マジか。うまい、うまい。あく、何やってんだよお前はよ。おい、ふざけてる暇はないぞ。今日は俺たち4人しかいないんだから、ちょっと始めるぞ。まずはテント作りだ。了解。こうか。ちゃんと押さえてろよ。はあ、違うぞお前たち。日の限りを計算してテントを張れ。え、そうなの？
もうテントは俺がやっておく。別のことをしていろ。了解。はいはい。アモンすごい。よし、じゃあ僕は食材を切っておこうかな。うん、よし。いい感じ。はあ、違うぞアスモデウス。その切り方じゃダメだ。なんだよ、やることなくなっちゃったね。だな。違う、メカプラ全然違う。ここは俺が出ておく。ルシファー、なんで俺たちを誘ったんだろうね。キャンキャン、最高だ。モルシファーあとは来ない。帰ろうぜ。お前も帰れば。キャンキャン、嬉しいな。キャン、 S 入りが必要な事件なんてそうそう起きないからね。なるほど、それであのイライラ。まあ、あの衣装結構高いからイライラするのもわかるけど。え、いくらなの？あれヴィンテージだから家一軒買えるくらい。そんなに？ん？これは？さすが名探偵、いきなりダイイングメッセージに気がついた。そりゃそうでしょ、見たまんまじゃん。じゃなくて、もしかしてこの文字に犯人につながる何かが。このダイイングメッセージ、誰かの名前を書こうとしてたのかな。僕は名探偵じゃないからわかんないな。簡単すぎて気がつかなかった。にしてもアスモのやつ白々しい。もっと自然な誘導はできないのか。ソロモン、それじゃ僕が作ったゲームのテストプレイよろしく。僕と契約してるソロモンの意見を聞きたいの。来たばっかりだけど。学生に扮した連続殺人犯を探し出して捕まえるゲームってことか。ご名答。面白そうじゃないか。あとこのゲームプレイし終わったら感想を聞かせてね。ああ、いったたたた。ん？誰かにぶつかったぞ。ちょっと、どこ見て歩いてんのよ。見ない顔ね。お、会話の選択肢だ。 A にしてみよう。連続殺人犯っぽい生徒を知らない？いや、すごい会話だなこれ。そういえば B 組の転校生が連続殺人犯っぽいって評判を聞いたことがあるわ。何の躊躇もなく答えるな。よし、とりあえず B 組の教室に行ってみるか。って、またあんた？え、またアスモ？何回ぶつかれば気が済むのよ。え、悲鳴？犠牲者が出た？もちろん悲鳴がする方へ向かう。またアスモ。またあんた。何回ぶつかんのこれ。ちょっとあんた、わざとやってるんじゃないでしょうね。いや違う違う。うわ、なんだこの選択肢。もうやけくそだ。A。何ふざけたことを、からかってんの。しょうがないわね。これからデートしてあげるわよ。外出ちゃった。で、どこに行きたいのよ。連続殺人犯からどんどん離れちゃうこれ。なんだ、ここにいたのか。今日は僕とフリースロー対決する約束だろ。誰？借りてた本返しに来ました。ありがとう。何このゲージ。ホイコーロー定食ぶちまけちゃったなの。ドジだな。うわ、なぜ上がった好感度。機嫌よ。ぜひ私のお屋敷に遊びにいらして。見つけたぞ、貴様を。ヘブンズホール学園の出入りを司る神聖な校門を塞ぐとは何事だ。生徒会長として絶対に許さん。この本を二人で読みませんか。ほら、ワンオンワンするぞ。庶民の生活を教えてくださる。ローストエデンで待ってるぞ。生徒会室でゆっくり話を聞かせてもらおうか。別にあんたなんてどうでもいいんだから。ああ、今度はナポリタンぶちまけちゃったなの。何？この中の誰かを選ぶってこと？私を選択するよね。これアスモがいろんな自分を見せたいだけのゲームなんじゃないか。ごめんなさい、私自分が一番好きなの。
困ないのか。はあ、自分にもっと自信を持ちたい。本当に世話がバカに長男のベルフェゴール様、まるで自分が長男になったみたいで自信爆発、自信爆発、ありがとう長男。守備につくな、グラブを持て。今回はおお、可愛いテストの名前を書く欄にしてね。なる気満々だと諦めるんじゃない。意識まで相対君化してる。僕らも相対君人形にされちゃう。タイム、ああ、なんだこれ、可愛い。確かにルシファーがいる。会いに行くんだ。その声が聞きたいだけで願いが叶うなら I won't tell you。 愛おしいの意味を知る。いつの間にか miss you。 どうしても君を守りたい。